横浜に根付き、横浜と共に歩む。10年前、私たちは今までベイスターズが紡いできた歴史の上に継承と革新という理念を掲げました。この新しい種は横浜の地でゆっくりと芽を出しました。5年前、横浜に根付き、横浜と共に歩む。私たちはこの誓いと共に横浜の地に野球を通じてスポーツが持つ力と感動を伝えたいと願いました。蒔いた種を大事に育て、地域に根付かせ、大きな幹に育てること。そのためには横浜の人々との一体感が必要だと気づきました。しかし2020年には誰もが予想だにしなかった事態が起こりました。野球もスポーツも日常の生活さえも、私たちは近づくことも一つになることも難しくなりました。それでも私たちの心の中にはスポーツの力、感動の記憶が残っていることに気づきました。私たちは誓いました。これを絶やしてはならないと。共に歩んだ横浜にスポーツの力を取り戻したい。私たちは未来の主役たちに新しい種を届けたい。スポーツが持つ素晴らしさを少しでも感じてほしい。その思いを形にしました。スポーツには世代をつなぐ力があるから。スポーツには感動を生み出す力があるから。スポーツには横浜を一つにする力があるから。私たちの役目は人々の心を打つ野球で、100年先まで続く感動をこの地で生み出すこと。それが横浜 DeNA ベイスターズ10周年目の誓いです。